独占17年ぶりの孫悟空。ドラゴンボール Z が実に17年ぶりに劇場版として帰ってくることになりました。ドラゴンボールといえば全世界発行部数2億3000万部、日本を代表する漫画作品だけにまさに世界中が待ち望んだ新作ということになります。今回は来年3月30日。そしてこちらが目覚ましテレビだけに届いた映画の特報映像です。明さんはオリジナルの雰囲気はそのままに、ほんの少しだけ味付けを現代風にして昔通りの楽しい娯楽作品になると思いますとコメントしています。あのドラゴンボール Z とドラゴンボール GT の間の10年間を描く今度の17年ぶりの新作ということになるんですね。これはファンにとっては本当